皆さんこんにちは。介護福祉課の上田です。谷村です。今日は介護福祉課の中心事業の一つである生活支援技術の実技をお見せします。今回はベッドメイキングを行います。今回使用する物品はマットレスパッド、シーツ、枕、掛け布団、以上です。まず最初に窓を開けて換気を行います。ベッドの周囲に作業しやすいスペースを確保します。その後ベッドのストッパーがかかっていることを確認します。ベッドを介護者の負担の少ない高さに調整します。まずベッドの中心を確認します。その後、マットレスパッドを広げます。次にシーツを広げます。シーツの中心とベッドの中心を合わせ、シーツにシワやたるみがないようにベッドに沿わせて伸ばします。また、衛生面から手のひらでシワを伸ばしたりすることは避けます。シーツを持ち上げると空気が入り、シワができやすく、ほこりも立ちやすくなるため、注意してください。シーツの頭側をしっかりとマットレスの下に敷き込みます。頭側に三角コーナーを作ります。三角にすることで布目の縦、横、斜めに力が分散してシーツが崩れにくく、また外観的にもきれいに仕上がります。次に足元は四角コーナーを作ります。三角コーナーでも良いのですが、四角コーナーは見た目にも美しい作りになっております。側面に垂れたシーツをマットレスの下に入れます。手のひらを下にしてマットレスの下に敷き込みます。反対側に移動し同じように作ります。三方向の角に注意しながら対角線上に伸ばします。最後に枕を置き、掛け布団を敷いて終わりです。以上となります。介護福祉課では、支援を必要とする方の快適な環境を整えるための技術を学んでいきます。介護福祉士に興味のある方は川原医療福祉専門学校介護福祉課までお問い合わせください。